球に。あのね、はあ、いいでしょ？ねえ、すごいな。you
け？もしかして、あのさ、怪しいな。
な。お前まで何なんだよ、みんなのいる前でバイトやってるけど別に普通じゃね。お前何が、なんでその話あの人よりによってお前に知られるなんて。美味しいバイトなんて言われて薬の運び屋なんかやっちまった。渡された封筒をコインロッカーに入れるだけ、それだけで運万円やるって言われたから。中身のことなんて知らなかったんだよ。なのにこんなことに。そこまで知ってたんだ。金口座に振り込まれた後すぐに脅しが始まったよ。運ぶところを取られてたんだ。金を払わなきゃ全部バラすって。というより
僕にこんなこと聞いて何のつもり？バイトのことをネタにして僕にたかろうとか？そうなんだ。まあたかられたところで渡す金なんてないけどね。バイトのこと興味あるならセントラル街に行ってみなよ。僕も昼間そこで声かけられたんだ。聞きたいこと全部話しただろ。もうそれじゃ。Nah.
empty glass. Oh? Reflecting as a tree. Stanley was not to be told. I need them masks. I'm a shapeshifter. At post masquerade. Heart in both face and mind. Pray for you to draw. I'm a shapeshifter. Chained down to my core. Please don't take off my mind. いらっしゃいませ。なんか憂鬱だよな。よし、行こう行こう。実はさ、
そっか。そうだよね。よし。じゃあ始めっか。よし。こんにちは。
るほど。Thank you.
っせえな。怪しいわね。もしもし。ごめんね。それじゃ。おい。ああ、そうだ。なるほど。いいか、戸締まり頼んだぞ。どうだ？よし。いや、なるほど。会長さんに変えてもらわね。変えてってターゲット。俺らの正義を見せりゃ満足なんだろ。相手選ばなきゃ悪い大人なんていくらでも嫌がんだし、生徒のためとか言って結局自分の内心のためなんだろどうせ。でもさ、そのマフィア絶対許しちゃダメでしょ。会長とかもう関係なくない？アンの言う通りだ。弱い者に勇気を与える俺たちの狙いにうってつけの標的だと思わないか？
まるでセンスを感じない。歌ってねえとこんなうるせえんだな。そりゃあさ、なんとかできたら明智も黙るとは思うぜ。だからやるべきだ。やっぱり情報じゃねえのかな。情報の探り方からテコ入れしないと、これ以上進めようがねえぜ。誰なら情報を持ってる可能性があるだろうな。そうだよ、あの新聞記者は？マダラメの家を張ってた女？おお、いたな。すっかり。お前、名刺もらってたよな。結構大手じゃないか。けど、新…他に手が…はい、早速連絡。あ、はい。時間過ぎてるって、延長する？サービスタイム終わりだろ？出ようぜ。もったいない。とにかくあの記者からのメール待ちだな。レス来たら即連絡くれよ。おい、今暇か？よし。ありがとうね。誠。ねえ、you
ちょっと待って。どうした？行くぞ。You know
少し熱中しすぎたよ。お前がいてよかった。感謝する。まるでテオだな。意味が通じているのか不安なんだが、俺が言ってるのはゴッホの弟。ゴッホは生前評価されなかった悲劇の。まあ、俺みたいなのに付き合ってくる。ところで、その手のカードか。白紙のものを見ると、つい何か描きたくなってしまうな。いいか。バカな。よし、なんだと。うん、会心の出来だ。どうだ、なかなかだろ。これならスランプも。俺の絵が本物の好き。なあ、これからも相談人のスランプ。そうだ、ああ、君の所持品からカードが複数発見された。同じ絵柄が模写されたもののようね。カードの使い道は見当つかないけど、画材に長けた者が君の近くにいた。そいつに何をさせてたの？わしぎわる。期待は済んだし、今日はもう十分だ。続きは寮に戻ってから書くよ。完成したらまた連絡。またな。
ジかよ。
ちょっ、やれやれ。おいおい、あなた。は？はい。だ。そうですか。いらっしゃい。ほら。お。やれやれ。と思ったら本当に来たんだ。その勇気に免じて話聞いてあげる。何を知りたいわけ？なんでそんな。まあ心当たりはあるよ。教えてあげても。心の回答って知ってる？最近ちょっとした話題になってるけ。はい、人化事件を追ってたけど何も情報つかめないし、ちょうど新しいネタ探してるとこなんだよ。ってことで、なんか情報持ってない？まあ、君、囚人でしょ。前に会った時制服着てたもんね。心の回答って鴨志田事件が発端なわけじゃない？囚人の生徒なら内部事情とか知ってんじゃね？って鴨志田の体罰被害がひどかった子を独占取材したい。お互い成功法だと。ちょっといい子いたら紹介してくんないかな。被害に遭っていた生徒か。お、三島ってやつとかは？あいつ怪盗団の味方っぽいし。
じゃあ取引成立だ。その子の連絡、我が輩の起点のおかげだぞ。感謝しろよ。考えてみたら、ハイジンク事件の怪盗団もオカルトみたいなもんなんだし、この二つ関係してんのかな。ああごめん、独り言。あ、じゃあ前払いってわけじゃないけど。金城純也、多分君が探しているのって金城だと思う。よし、気になるなら探ってみれば。後のことは私いらない。ララちゃん、グラス一つ。この子の分、新しい出会いの祝杯すっから。長居してると面倒くさそうだな。水だけ飲んで早めに引き上げようぜ。よし、よっしゃ。待てよ。すげえな。
帰るとするか。昨日はよくも危うく俺だけ異世界に。何の話？何でもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、思った通り反応があるな。となりゃ、あとは場所のキーワードが2つ。どこ、何だと思っているかだ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。思いつくキーワードいろいろ言ってみるしかないぜ。うえ、無理だろそれ。ビルどんだけあると思ってんだよ。文句言わないの。バレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってるっつうことは庭とかか。候補が見つかりません。お金好きでしょ。札束風呂とかやる人いるって前にネットで見た。候補が見つかりません。ダメだ。どうだ、何か思いつくか。どうだ。なるほどな。候補が見つかりました。よし、あと奴はこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。もっと現実離れしたものかと思ったけど、金城なら一体どこを銀行って。金が集まる場所ってイメージなら自分のアジトとかじゃねえの。なら本物の銀行とか。それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。
気に…なんというか、発想が普通すぎないか。ヴァレスが放つあの狂気のパッション、あれが全く足りない気がする。いや、パッションってな…犯罪で金を巻き上げてる奴が考える銀行だぞ。もっと何か。でも他に銀あお金をひあもしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってことか。わえぐいそれ。でもありそう。おい勘弁しろよ。金城の被害者とか渋谷全体で何人いると思ってん。ヒットしました。待て、ヒットしたぞ。え俺なんか言った。金城が銀行と思っている場所は渋谷全体だ。は？街全部ってこと？なるほど、確かに被害者の居場所だな。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの？ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。なら、行くぞ。ナビゲーションを開始します。ATM 認知上の人間なんだろうな。これが金城の思う銀行。まさか町ごととはな。見ろよこの街並み、歪みが、ま、全体。ああ、お城や美術館の時は外の街並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる。そう、マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。街全部ったってどっかにアジトあんだろ。よし、行こうぜ。
ジョーカー、ちょっと待って。おい、金城は足がつかないか。なるほど、そりゃ浮くわけだ。で、どうやって行くわけ？モナってヘリとかになれんの？我が輩、車しか使えねえ。そこはなんか秘密兵器出せよ。うるせえ。我が輩は猫型ロボットじゃねえ。猫じゃねえ。今日はこの辺りが限度かもだ。なんか対策考えねえと。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ、ダッシュだ。書くか。